鎌倉武将紀行石田次郎為久公。為久公のですね、お墓はこの近くの円光院さんにもあります。まあ、以前来た時にですね、ご住職の奥様とお話しして、まあいろいろ聞いたんですけども、まあ石田三成の、まあ、祖先だという感じだと思うんですけどね、ちょっとはっきりしないんですけど。でここはですね、伊勢原市の小田急線愛光石田の駅前にあるんですね。今あの後ろは駐車場になってるんですけど、このですね写真、つまりこの石田遺跡というものが発見されてですね、発掘作業されたんですけども、まあ、実はこれは今駅前のまあロータリーのところでですね、周り整備してしまったんで、このままという状態ではないんですけど、まあ、実際こんな感じですよね。このやっぱり駅前ということで、なかなかこの遺跡をそのまま保存するっていうのはやっぱりちょっと無理で、まあ、そういう意味ではですね、ちょっと貴重なものがここに埋まっているということになりますよね。これ今左見ての愛光石田駅、はい、ですから今は住宅地になってますけど、まあ、このような、場所ですから、まあ、非常にもともとはですね、こちらに住んでいた人たちが、こういう遺跡を残したんではないかと。だからもともとというのは中世というよりも、この為久公はですね、もう全然鎌倉の時代の方ですから、ここに書いてあるより、まあ、弥生時代からもこちらにはまあ人が住んでいたと、まあ、もっと言えば古墳時代ですよね。その時代からの、遺跡があったということで、まあ、ここは愛光郡石田という地名、名前なんですけども、まあ、それでですね、まあ、この石田次郎を試したという方も石田というのはこちらの名前を名乗っています。もっと言えば戦国時代活躍した石田三成公の祖先ではないかと言われている方の一人ですよね。まあ、石田三成公はこの石田為次郎為久を祖先だと自称はしていたようですけどもね、まあ、ここから相模と近江の経緯とかはまたちょっと別に話したいと思いますので、そちらをご覧ください。でこちらの遺跡ですよね。この感じで残ってると、これはまあその館とも言えますし、人が住んでいた住居とも言えますし、まあ、ここに書いてある通り前方後円墳って書いてありますけど、まあ、お墓だったんでしょうかね。まあ、陶磁器とかいろいろなものが見つかってます。人の生活していた後、痕跡、住んでいた痕跡というのが見受けられるという場所になりますよね。だからこの場所、この近くはですね、矢倉沢岡、つまり後の大山街道、今の国道246ですよね、都内の方、まあ、江戸時代で言えば江戸からですね、まあ、大山街道というのは大山山系があるんですけども、まあ、要するにお伊勢周りじゃないですけど、そういうために作られたような名前で、まあ、仮称というような形ですけども、まあ、現在は国道246として整備されてますけど、いわゆる矢倉沢王館というのは、まあ、後のこの、まあ、近くも愛光塾というのがありますけど、まあ、江戸時代にはいろいろこう道路も整備されてですね、宿場町も非常に多かったですから、そういったごちゃごちゃした道をまっすぐではないんですね、今みたいなバイパスない道ではなかったですけど、通っていたと。まあ、そこでやはりこの地がですね、重要な地であったということが言われています。まあ、いわゆる交通の要衝ですよね。昔はまあ車はないですけども、人馬が通る道として、またそういった宿があるということでですね、まあ、人が集まると、商人商家、などが立ち数多く立ち並んでいたんだというふうに思われますね。ですからちょっと遺跡群って書いてますけど、全然駅前で遺跡な雰囲気はないんですけども、まあ、非常に貴重なことがですね、ここに書いてありますので、取り上げていました。でしかも石田次郎、為久公、この周辺の、まあ、漁師だったということで、その実際 の館跡がその、まあ、石田城なのかどうかというのはちょっと別としても、まあ、基本的に今現存している残っているものが円光院さんしかない、基本的にないですから、さっき堀があると言ったんですけど、その周りも遺構もですね、ちょっとはっきりしない部分なんで、それはちょっと今これから行きますんで、また詳しくお見せしたいと思います。はい、石田次郎為久公、石田遺跡群でした。